こんばんは、速稼塾の久保です。2月25日、21時27分の相場解説になります。すいません、午後とね、夕方ともう一回ずつぐらいは放送したかったんですけども、朝相場解説の予測をしたっきりになっちゃいましたね。で、今日はですね、この1時間を見ながら、皆さんと一緒にね、もう一回振り返ってみたいんですよ。この図を見ながら、力点とゾーン引けますかね？問題ですよ。はい、問題です。力点とゾーン引けますか？ではやってみましょうか。まずは力点ですよね。まあ、当然ですけども、ここに力点がかかってます。今回はそんなにね、重要じゃないですけども。まずここです。で、大事なのがここ。ここを2つを、こういう風にね、線で結ぶとゾーンができます。ゾーンができたということは、ここを突き破ったらですね、大きく下に下がるという風な意識です。でも、もう一つ、ここに弾かれて上昇するっていう意識もあります。ここまでいいですかね。私がね、FX の教室をするとしたら、ここ問題に出しますからね、質問1とか言って、力点を2つ上げなさいみたいな感じで、力点を2つ、こことここってやったら、はい、正解ですみたいな。ゾーンを引きなさいって言ったら、ゾーンを引いて、ここに引いた人が正解ですと。で、この2つから考えられる第1仮説、第2仮説を答えなさいって言った時には、第1仮説としては、ここの力点を突き破ってゾーンの下側に行くときは大きく下落。だから売りでエントリー。そうではなくて弾かれて上の方に行くようでしたら、これは上昇するんで、反発上昇なんで、買いでエントリーするって答えるんですよ。買いでエントリーした場合は、ここまでの、ね、リスクリワードが引けますよってことですよね。まあ、ちなみに言うと、こういう風なね、形で N ができるって答えてもいいかなと思います。いろいろ思い出してきました。はい、それでですね、今朝の相場解説の時に私が何を言ったかって覚えてますかね。ちょっと全部消しながらお話しますけども、ソーサートップってお話を1個しましたよね。ソーサートップ。こういう風にソーサートップが考えられるよと。で、ソーサートップの後はちっちゃいソーサートップができることがあるんだよって、まさにその通りになったでしょ。でまずは解説が1つ当たりました。もう1つの解説は何を私が言ったかというと N なんですよね。こういう風にゾーンがあって突き破って大きく下がった時っていうのは、N をもう一回書くことがあるよって、こういうふうにね。N。ね。だから N でも別に取れてるわけですよ。こっからここまでね。だから操作トップ、そして小さな操作トップであろうとも、N であろうともどっちも取れてるんで、今回はかなり高い、確率で皆さんもね、利確できてると思うんですよ。どうですかね。今朝の話しっかり聞いてて、で、お昼に1回ぐらい見た方っていうのはエントリーのポイントに入れたと思うんですよ。どうですかね。今回はすごく分かりやすかったんじゃないですか。動画説明欄に朝の相場解説を載せておきますんで、見てみてください。特に後半の方ね、今お話したことが分かります。それではですね、今日は気持ちよく取れたんで、また明日の相場解説でお会いしましょう。今年はね、本当に皆さんにもう勝っていただくと、もう喜びの声をもっともっと欲しいと。相場解説分かりやすくて楽しいですみたいなね。そんな声をね、もっともっと皆さんからいただけるように解説していきます。では、明日もよろしくお願いします。